三次路城は、戦国時代から江戸時代初期に、非全国化歴根郡大村武部号にあった日本の城、大村市の中心部近く JR 大村線の山側にある。東の多良山系から続く丘陵の末端部に、作られた平山城で、南の本堂側を掘り代わりとしている。縄張りは、本丸、二の角、三の角の三つの主要な車が深く掘られた横掘りで、 分けられており、城名はこの縄張りに由来するものと言われる。大村氏はそれまで中世からの大村間に意していたが、キリシタン大名としても知られる、大村住民忠がこの地に本格的な城郭を造営することとし、1564年に築城なった三次路城に移った。1572年には、住忠と対立していた竹尾領主の後藤高明に城を包囲されたが、 住田ただいかかへながら持ちこたえ、援軍を待って、包囲を解かせたことがあった。大村家では後年、これを三条七木小森と称した。住田の後を継いだ着難の木前が1599年に、く島城を新たに築いて移り、大村市本城としての役目を終える。1637年に、江戸幕府の命により城は、完全に破却され、廃城となった。現在、 本丸跡に長崎県中霊堂と霊園がある。また、城地内の一部が富松神社と三次郎神社の境内となっている。城の遺構としては空堀と土塁の一部が残るのみである。ありがとうございます。